あちゃ、エッチョンです。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回なんですけども、今回はこちらのイベントアイランドのですね、下の方を、こう、何があるのかなーって、ずらずらっと見てたら、はい、暗雲渦巻くナメク星、そして、こういう限界バトルフリーザとかっていうのがありまして、今回はこちらのナメック星の方をやってみようかなと思います。で、まあ、とりあえず一通り一番上までクリアしました。で、この一番上を挑戦してみようかなと思います。はい、今回の編成はこんな感じでいこうかなと思います。まあ、リーダーはヤムチャ。ね、運枠ね。運枠はヤムチャで。で、前回手に入れた、海洋剣獄、ちょっと使ってみようかなと思います。必殺レベルとか、友情技、特性、一応、マックスにしてあります。そして、これは、ちょっと前に、回ってたご飯ですね。ご飯は3ですね、必殺レベル。そして、悟空&ベジータ。はい、一応、今、レベル上げられる分はマックスにしてあります。はい、こんな感じの編成で、挑んでみようかなと思います。ということで、やっていきましょう。おー、フリーザー、やってきましたね。おお、いいシーンですね。さあ、ドラゴンボール作品が上がっていく。じゃあ、ここでヤムチャ作りの、どうしよう。ここ、こっちにつなげて、ここ取って、で、海洋剣悟空の、必殺技とかちょっと見てみたいので、こう消しまして、どうしようね。ここ、つなげて、ここ取って、OK! ナイスナイス。やっぱ遅いですね。いいね、いいね。まず、早期弾。おお、3万も入った。やべえ。はい、こんな感じでした。では戻しましょう。ではもう一回打ちたいと思います。ご飯打てないね。OK。いや、3万やべえな。ここ取っときたい。どうしようかな。これ使って。OK。いや、ご飯もいいね。あー、そっち行っちゃうんだね。したら、よし、これで24,000。おお、6万、やば。出たよ、先般ベジータの変身しろよが出ましたね。はい、ということで、クリアしましたね。ミッションで、とりあえずクリリン受け取っておいて、で、これの一個前にですね、なんか、
ドラゴンボールチケットみたいなのを手に入れたんですよ。で、それをちょっと見てみようかなと思います。あ、これか。じゃあこれ引いて終わりにしようかなと思います。ドラゴンボールキャラが確定で出現。ベジータ、ピッコロ、ご飯、悟空、あ、チビ悟空、スーパーサイジンベジータ、マジュニア、ご飯2、幼年期じゃない、幼年期かな。トランクス、17号、18号、ブルマって感じですね。この中のどれかが出るってことですよね。いや、欲しいのは、まあやっぱあれだよね。前のこの2体かな。この3体か。この3体のどれかが欲しいですね。ということで、最後これを引いて終わりにしようかなと思います。さあ、誰が出るでしょうか。行きましょう。どうだ。あーくそ。はい、ということで、一番最初に選んだ悟空が出ましたね。まあ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 、必殺レベルとか上げられるから、いいかな。はい、ということで、いかがだったでしょうか。海洋拳悟空を実際に使ってみました。いや、あのね、必殺2個撃った時、6万とか出てて、すごかったですね。いや、今度ね、また、このキャラ使って、いろんなとこ行ってみようかなと思います。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。